本一の宝石伝道師えっちゃんです。皆さんよく質問されますが、水晶じゃダメなんですかとか、ラビスラズリ大好きなんです、ラビスは宝石じゃないのとか、パワーストーンと宝石の違いって何なのか教えてくださいとか、今日はその疑問にお答えします。そしてほんの一部ではありますが、私ことえっちゃんが大好きな石、原石やパワーストーン、そして宝石を同時にご覧いただくことで、同じ石でもこんなに違うと比較して楽しんでいただきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧くださいね。私は幼少の頃から石が大好きでした。家の庭には石だらけ。河原の石や山の石を拾ってきては、あ、おはじきみたい、藤屋のペコちゃんの顔そっくりとか言って大満足していました。そうですよね、その辺に転がっている石もパワーストーンと呼ばれる石もキラキラと輝く宝石も石に変わりはありません。まずは約4000種類の鉱物があり、その中にパワーストーンと呼ばれるものがあり、またその中に宝石があります。宝石の基準は色彩、透明度などの美しさ、採取量が少なく入手困難な希少性、傷がつきにくく美しさを保つ耐久性が挙げられている天然石のことを言います。その中で奇跡、プレシャスストーンと呼ばれるものと、半奇跡、セミプレシャスストーンと呼ばれるものがあります。なんだか分かんなくなっちゃったって叫んじゃいますよね。要するに宝石鉱物は全てパワーストーンと言ってもいいのです。宝石は持ち主のパワーアップを図ってくれます。石は昔から不幸や不運から身を守り、幸運をもたらしてくれる護符でした。パワーストーンと呼ばれる石でも、丸玉やベンジラム、卵、マガ玉、ピラミッド、六芒星、マカバスターなど、いろいろなカットをされた形があります。吉運を引き寄せるには、石の種類や形やカットされた数字、様々な意味があるのです。形や数字の意味は後日お話ししますね。水晶って好きな方いますね。いますよね。実は私も大好きです。ただ、宝石を伝えるようになって気づいたのは、水晶は純粋がゆえに、何かのエネルギーが入ると、なかなか抜けないと言われます。濁ったエネルギーを抱えて、その水晶に頼っていると、大変なことになります。また、持ち主の気持ち、モチベーションも下がります。そんな時は、水晶も洗ってあげましょうね。ところで、洞窟の鍾乳石は1センチ成長するのに100年かかると言われます。太古の昔から水晶は時を刻んで成長してきました。何億年前にできた水晶とか言われても、なんだか気が遠くなる気がしますが、水晶にとったら地球と共に歩んできた時というか、水晶の時の過ごし方があるのかもしれません。よく宝石を目の前にして、太古の恐竜がズシーンズシーンと歩いている足音が聞こえることがありますが、水晶に限らず石という石たち、そして宝石たちは地中の中で恐竜たちの声や足音を聞いていたのかもしれないと思うこともあります。そうなんです、石たちは何億年何十億年も眠っていた地球からの宝物なのです。その水晶をはじめ、石たちがパワーストーンと呼ばれるようになり、一大ブームを呼んだ頃、私はもともと石が好きだったので、今更と、キョトンとする自分と、具体的にそんな力があるんだと、なんとなく感じていただけの自分に、さらに興味から関心に変わり、働くようになってからなので、ありとあらゆるパワーストーン、変わった石、パワーストーンに関するあらゆる本を収集しました。当時はもう自分の持っているお金すべて石にかけるみたいな気合が入っていました。やはり私が最初ハマったのは水晶でした。それからローズクォーツ、甘いピンクの色に当時結婚を考えていた人と自分を重ね合わせていたようにも思います。そしてある海外のヒーラーの石のエネルギーについての本にハマりました。浜名湖に龍ヶ岩洞という洞窟があり、水晶のペンジュラムや丸玉、あとパイライトという金色のような鉱物の塊がありました。そのヒーラーの本によると、パイライトを枕元に置くと咳が止まるというのです。当時父が喘息で苦しんでいたので、何気にその大きなパイライトをタオルの上に置いて父の枕元に置きました。父は、そんなことあるわけない、煩わしいから向こうに持ってってくれと、2、3日して拒否されたパイライトは玄関へ。ところが翌々日の夜、そのパイライトが玄関から消えているのです。まさかと、母とこっそり父の寝室を覗くと、ちゃっかり枕元にありました。正直笑ってしまいましたが、父によると、枕元にその子がいる方がおとりとも言わず咳が止まってぐっすり眠れるのだそうです。ヒーリング効果というより、それ以上に相性が良かったのではないかと思います。咳や喉の痛み、肺への作用は、ルベライトというトルマリンの人知を超える宝石のパワー
ワー、よみがえる呼吸、ルベライトというお話もしていますので、概要欄に貼っておきますのでぜひご覧くださいね。このパイライトから私はやはり石は体にも何らかの作用をすることがあるんだと感じ始めたのでした。私は当時心が和みたい、そう思い、その洞窟から80センチ四方もあるローズコーツを買って帰ると言い出した時は、さすがに父がやめてくれ、玄関が硬いでしまうと叫び諦めました。私のパワーストーンブームは止まない。東京に行って駅ビルの大丸で見たアフガニスタン産のラピスラズリの馬の彫刻が忘れられない。結局帰宅して次の日電話して家に送ってもらうことにしました。そんなこんなで家中が石だらけでした。そんなある日、私はインカローズに惚れ込みました。なんて甘い色、なんて心が緩やかに明るくなるのだろうと。そしてこのインカローズのリングとペンダントが揃った直後、私は運命のルビーと出会ったのです。夢で見たそのままの形になったルビーのリング、その夢が発端で私は宝石商になりました。人の運命ってわからないですよね。ただの石好きが宝石商になり、皆さんにご自分のためにご自分に合う宝石をお選びするようになるなんて。では私の石好きのお話はこのくらいにして、宝石に携わるようになってパワーストーンと宝石の違いが見た目も感覚的にも違うのだと感じるようになりました。ここでその違いをご覧ください。まずは原石です。原石です。こちらはサファイアですかね。こちらがビルマのルビーの原石です。原石なのにちょっと粗削りで強さというか、非常にですね、やっぱりビルマらしいピーッとこうね、こう芯があるというか強さを感じる原石ですね。はい、こちらがブラックオパールです。これはね、本当にいろんなね、色彩が出るものとかもあるんですけど、こちらはちょっと原石に至るというかね、こんな感じで、まあ、オパール質のこう虹色がね出たりとか、これをカットしていくといろんなね色が出たりとかします。まあ、こちらは多分ね、やっぱりカット職人さんから見て色がそんなに出ないから原石のままなのかなと思います。そして私が大好きなインカローズ、通常は縞模様の丸玉が多いです。私が出会ったのはこちらの結晶体。はい、このリングとペンダント、私が運命のルビーに出会う前のインカローズです。ちょっと内包物はあるけど綺麗なんです。本当に優しい、大きいですよね大好きだったんですね、このインカローズね。繊維でなくてもこういう風にね、ルースカプションカットなんですけど好きなのでね、本当にインカローズいっぱいあります。このリングの見どころ分かりますか？横から見てハートなんです。なんかこういうこうちょっと乙女チックな、大胆なんだけど乙女チックなデザイン、大好きでした。綺麗ですよね。色味が甘いです。また宝石品質の石を扱うようになって一番衝撃だったのがこちらのインカローズです。こちらがインカローズのカットしたルースをねペンダントにしたんですけど、綺麗ですよね。輝きがあって美しいです。これがインカローズなんだと思うとちょっと嬉しいですけどね。こちらがカットのインカローズ、美しいですよね。高度が 3.5 から4です。とてもデリケートな石なのに人類の努力の賜物。こんな風に美しくカットされるようになりました。カプションカットのインカローズとカットされたインカローズ、どちらも私の子です。この宝石品質のインカローズは皆さんが驚かれます。女性だけでなく男性でも虜になる方もいます。なんとなく理想の女性像のようですよね。魅力があります。ラピスラズリです。そしてこういうねブレスレットもありますね。そしてこちらがラピスラズリの結晶体ですね。アウイナイトです。いかがですか？この青の色、なんとも言えないんですけどね、もう吸い込まれる以上に、なんか頭のてっぺんがパンとこうね突き抜けたような感じ。綺麗なブルーです。綺麗ですよね。どこまでも青い。ドイツの公園でしか取れないのだそうです。結晶体と言われるだけあって、小さなものしか取れません。青より青いってこういうことですかね。こちらがキャッツアイの原石と、綺麗にカットされて目がピッとこう出てるんですけどね、リングになったキャッツアイです。目がねピーッとこう出るんですけど、わかりますでしょうか？光が当たるとこんな感じで目がピッとこう白くね一
直線に出ます。はい、こちらが原石のスピネルとカットしたスピネル、非常に綺麗です。先ほどパイライトお話出てきました。ここにね、チカチカっとこう黄色に見えるこれなんですけど、水晶の中にね入ってたりします。私がちょっと持っているものはこのパイライトのチカチカが大きな塊になってまして、ラピスラズリの金色に見えるチカチカという星みたいに見えるものもこのパイライトです。はい、こちらも淡い色の方がインカローズです。似てはいるんですけど、こちらの濃い方ですね、こちらはロードナイトという石です。やっぱり違いますよね、個性ありますよね。で、持っているその特質、性格、エネルギーっていうのも違います。はい、よくある水晶のポイントですね。クラスターといってね、この集合体を大きいのを持ってるんですけど、優しいですよね。水晶はやっぱりヒマラヤの水晶ってとてもエネルギー波動が高くてエネルギーが強いと言われています。私の水晶いくつもあるんですけど、ポイントの大きなものもそれやっぱりねヒマラヤのものなんですけど、はい、こちらどうでしょうか。これガネッシュと言いまして、やっぱりヒマラヤのね、もう本当水晶じゃないみたいな照りとか輝きありますけども、水晶なんです。これ大きさもね結構大きいんですけど、力もあります。なんかドンと構えていて、なんか発信できるようなエネルギー持ってますね。あと透明度とかそのクリア度、非常に品質もいいですね。パワーストーンをちょっと超えるぐらいの波動っていうかね、こういうのもまあちょっとイベントとかね、何かの時には入ってくることもあります。これなんでしょうか。なんかダイヤモンドみたいな、でもちょっと違うな。こんな大きいダイヤだったらすごいですね。20キャラットあります。でも水晶でもないんです。屈折率もね非常に高くて、輝きが何とも言えない。これホワイトジルコンです。ジルコンもね本当にブルーもそうなんですけども、美しいですね。特にカットがいいとね、何とも言えない輝きを出します。同じね透明の石でも全く性格は違います。ここにまたね宝石のダイヤモンドが入ってきます。こちらがパライパトルマリンの原石をラフカットしたものが、こちらの上のペンダントですね。そして下が特級品のパライバです。同じ石とちょっと思えないんですけどね、やっぱり品質とか色目とか輝きっていうのはルースといって、こういう裸石にするとよくわかりますね。こちらがパライバトルマリンの特級品と言われる石です。そして上の方なんだと思います。ややこうね似ている色目なんですけど、もちろん輝きとか照りもあります。カメラ越しではなくて実際に肉眼で見るとわかりやすいんですけど、結構似てるんですねこの二人ね。けれど上の方はブルージルコンです。へーっていう感じですね。ちょっとカメラに乗るとブルーの色味が違うんだなって私もちょっと気づくんですけど、やはりパライバーパライバーなりの色ですね。こうやってこう色が似たものとかね、鉱物的には違うんだけれども、同じ色目だから同じエネルギーかっていうとまたそれも違います。不思議ですね。その結晶構造とか細かく鉱物学的にはこうでとかってなるんですけど、私は石それぞれが個性持ってるんですね。人間と全く同じです。だから例えば日本人とか海外のね外国の名前、やっぱりお国がありますから、パライバだったらブラジル、エメラルドだったらコロンビア、ルビーだったらやっぱりね昔からビルマさんとかね、やっぱりそのお国柄によって品質のいいものが取れます。やっぱり生粋の日本人とかっていうのと同じなのかなと思いますけど、それぞれに個性があっていいんですね。産地が違えば違ったで、同じ種類の宝石はそれぞれの個性があります。好みと相性とかも出てきますね。はい、こちらがアルティメイトダイヤモンドです。そんなにね大きくはないんですけど、先ほどのねホワイトジルコンかなり大きいので輝いて見えるんですけど、やはりこのダイヤのこのフラッシュにはかなわないですね。輝きの照明が出ているアルティメイトダイヤモンド、このフラッシュ本当たまんないですよね。なんかだんだん見てるとこう
光がもう2センチぐらい上までこうね伸びてるっていうかパシッとこう光ってくるんですけど、ダイヤモンドは地球ができてから46億年前、ダイヤがね45億年前には結晶体ができていたと言われています。すごいですよね。やっぱり最大のロマンを感じるのがやっぱり宝石とやっぱりこう向き合ってる時なんですね。いろんなことあるし細かいこといろいろ考えたら悩んじゃうんだけど、まあいっかっていう気持ちになっちゃうんです。それだけやっぱり歴史があるんでしょうね。悠久の昔から人間って同じなんじゃないかなと。ただ今いろんな文明が開花していろんなもう本当にハイテク化してきてますよね。けれど人の心は同じじゃないかなって思います。こんな風に輝きたいですよね。今回私の持っている原石とかパワーストーン、ほんの一部だけちょっとねこの辺にあるものだけちょっとご覧に入れましたけど、石は嘘をつかないみたいなね、そういう私のなんかこう考え方があって、宝石まで行くとダメだよ輝かなきゃってなんか言ってくるんですね。なんでそんなに落ち込んで塞いでるのみたいなね、ごもっともとかって思っちゃうんですけど、主にやっぱりこう地球と宇宙が交信するようなその媒体みたいに自分自身の気持ちを上げてくれるものが宝石じゃないかなって思います。白地でもすごいでしょ。これです。こんな風に輝きたいですよね。で時にはね色石のようにいろんな色を持ちながら自分のカラーを出しながら輝きたいですよね。宝石は美しいですね。光り輝きがある。パワーストーンも大好きだけれど、パワーストーンは素朴なエネルギーやそっと寄り添ってくれる温かさを感じます。宝石は幸せを幸せと感じられる光り輝きがあります。またあなたを引き上げる美しさと力が違います。心の安らぎと自分もこんな風に輝けるんだという自信から確信に導いてくれる。確かにそれだけに金額もします。けれどそれがあなたにとって自分の価値観だと思って先行投資した時、その宝石に見合うだけのあなたになっている。不思議ですね。どんな時でもあなたがどこにいてもどんな環境であろうと、人間関係や病に悩んでいようと、今の自分の生命は思いっきり輝いてほしいとエールを送ってくれる。それが宝石の力と魅力だと思います。えっちゃんでした。私の初めての著書、宝石の声が聞こえるがついに発売されました。 Amazon でも予約できます。概要欄に URL を貼っておきますのでぜひご覧くださいね。